今回はポイントをペイント機能で配置していく方法をご紹介します。ポイントをメッシュ状に配置していく方法として考えられるのはサーフェイスパーティクルジェネレーターを使う方法があります。このサンプルとなるシーンではメッシュ状のポイント配置をウェイトマップでコントロールするにはで説明した通りサーフェイスパーティクルジェネレーターとウェイトマップの組み合わせで 発生させたい場所にポイントを配置し、リプリケーターで円錐を配置しています。このサーフェイスパーティクルジェネレーターとウェイトマップの組み合わせにより、ポイントの配置具合をコントロールするということは可能なんですが、もっとシンプルに手っ取り早くポイントを作成するという方法があります。それがパーティクルのペイント機能です。では、一旦、 サーフェイスパーティクルジェネレーターを芯から削除しておきましょう。次にアイテムリストから、この地形となるメッシュ、プレインですね。こちらを選択し、ペイントタブへと移ります。シェーディングスタイルは AdvancedGL に変えておきましょう。 このペイントタブの中にあるパーティクルツールサブタブを開きます。パーティクルツールサブタブを開くとパーティクルペイントという機能が用意されていますのでこちらのボタンをクリックします。この機能はペイントした箇所にポイントを配置させるというツールです。このツールのプロパティで パーティクルメッシュ作成。こちらのオプションをオンにしておきましょう。こうすることで作成するポイントは新たなメッシュとして保存されるようになります。サイズモードは均一にしておきましょう。ここでもモードの 3D ペイントやスカルプトと同様、右クリックでペイントするブラシのサイズを調整したら、左マウスでメッシュをドラッグしていきます。 そうすると、このようにメッシュ状にポイントが配置されていくのがわかります。アイテムリストを見てみると、先ほどの地形のメッシュ、この中にパーティクルメッシュという新たなメッシュが作成されたのが確認できます。このパーティクルメッシュ、見てみても何も見えないかもしれません。その場合には、ショートカットキーの O のキーを押して、 アクティブメッシュから頂点表示。こちらをオンにします。そうしてみると、先ほどパーティクルペイントでペイントして作成していたポイントというのが確認できるようになります。アイテムリストからリプリケーターを選択し、ポイントソースのところで今新たに作成したパーティクルメッシュ。こちらを指定してみると、 パーティクルペイントで配置したポイント上に円錐が配置されるようになりました。このようにパーティクルペイント機能を使うことでさらに簡単に望む場所へとポイントを配置することができますので、ウェイトマップでコントロールするほどでもなく手軽にポイントを配置したいという場合にはこのパーティクルペイントを活用してみると良いでしょう。